おめったずんまめでらが、たがのしでございます。うん、のこぐなってきたと思わねえすか？春。今年は春がちょっと長かったですね。これから夏に向けて、たがのしも今日ゴルフ頑張ってるんですけども。はい。今日の報告は、なんだっけ。大仙市民ゴルフクラブ、うごカントリークラブ、交流会。という、まあ一応競技ゴルフの部類に入るんですかね。まあ、うんごカントリークラブっていうところのメンバーさんと、大仙市民ゴルフクラブのメンバーさん。で、出場希望者を募って、団体戦、個人戦、スクラッチとかそういうのをやっていく。まあ、交流しながらの試合、ということでやってきたんですけれども、まあ、最近の動画のスタイルで、サムネに結果動画全部ボンって出してるスタイルでやってるんですけども、見ていただいた通り、参加賞だけもらって帰ってきたという、まあ結果で言えば残念といえば残念な結果に終わってしまったんですけども、うん、まあ振り返りつつ反省という動画になっております。はい、ということで、まあスコアの詳細はこんな感じ。全体的にちょっとパーが少なかったというのがトータル的な反省で、なぜパーが少なかったか的なちょっと具体的などを言えば、まず序盤の5番ホールまでは、1番のボギーは何だったかな。1打目左の方さ行った、2打目ショートした、まあ3打目乗った、そんな近くもなくてパラパッと外したみたいなからのスタートで、次が左さ OB、 2番ホールなショートで左 OB だな。でまあアプローチも寄らずてか、アプローチミスして、寄った、みたいな感じが。して、3番ホールがまた OB。これも左さ。まあ、大仙市民ゴルフクラブ全部左側が OB、全部右側がワンペみたいな感じが。あ、7番ホールはちょっと特殊で、左、両側ワンペな OB なしみたいな感じだけど、それ以外は全部左サイド OB ということで。2連続 OB ですね。はい。で、4番ホールが、今度右、まあ、2連続 OB なんでね、右側さ、大きく、プッシュアウトのワンペナー。ボギー。で、5番ホールは、アプローチのミスだったかな。ざっくり、全体的にアプローチは良かったんですよ。ただ、ざっくりしないようにするアプローチみたいなのを最近ちょっと、練習したので、ただそれが、うまく距離調整いってなくて、オグサ外してしまって、で、パター難しくして、みたいなのがちょっと目立ったなと。でも、ざっくりは一回やったが、な、ぐらいだったので、全体的に見ればまずアプローチは、まあ、修正の兆しありということで。うん。で、6番パー、7番バーディーで、まあ、ここは、良かったと。んだな。うん。ただ、アイアン、6番のショートは左の技外してアプローチ寄せのワンパットだったので、ちょっとアイアンの精度が弱いと。で、7番バーディーはまずナイスショット、ナイスショットのワンパットで。パターも5メーターぐらい当たったかな。それを読み切ってのナイスパット。8番が、これはスダボだったかな。ドライバー、スプーンで、で、アプローチ。まあ、アプローチってか100ヤードぐらいのやつ。手前さ外してが。で、そっから寄せれないの、寄せれないってかさっき喋ったやつだな。オーバーサヘで、奥から難しいパターで3パットみたいな。これはちょっと反省だな。で、9番がダボ。うん。これも確かショートか何かしたったかな。うん、ショートしてオグサ外してだな。で、スリーパットだな。うん、で、前半が46、パターが17。うん、アプローチ、まあ、序盤のショットと、うん、中盤からのアプローチの調整がうまくできなかったという。でもまあ、46で耐えだな、みたいな。で、パターはいつも18度か19度か20度かだから、17だったらまあ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 、みたいな。ということで、迎えた後半戦。まあ、今日というか、この日はスルーでラウンドだったので、そのまま後半に行きました。からのボギースタート。これはセカンドがショートだったかな。
バンカー、手前のガードバンカーよりさらに手前さショートして、で、アプローチのパタパタだな、のボギースタートからの、ショートホール。これは右手前さショート。で、アプローチ寄せでのワンパット。12番、ロングホールは、何だったかな、このボギー。あ、一打目右プッシュしたけどギリギリワンペナならないの。ディポットからのスプーンでナイスショットで、グリーンとグリーンの間にでかい木があって、そこの下さ行ったと。で、花水さ一回出してのアプローチのボギーだったかな。はい。次ボギーはなんだ？一打目。あ、ドライバー、むちゃくちゃナイスショット。二打目。グリーン捉えましたが、7、8メーターのパター。そんなに難しく願ったけど、あんまり寄せれずの3パットでした。からの、14番。これはワンペナだな。右さ、バチコーンと、違う。14番 ?14 番。だ、右さ、バチコーン継ぎ抜けで、ワンペナ。で、手前さ、外して、寄せて、パー。パーじゃねえ、ボギーだな。うん、ワンパットボギーと。で、15番ホールが、なんだ ?15 番、15番、15番。この記憶力ねえのがちょっとな。15番ショートだな。うん、ショートして寄せれず2パット。16番は、あ、これも木だ。16番も、ティーショット左下引っ掛け目の木差ぶつかりのめちゃめちゃ木の下で右差出すが左差出すがみたいな。ただ左の方がちょっと近かったから左差出したんだけど奥差行き過ぎで奥から難しいところ寄せきれず2パット。はい、17番これはドライバーナイスショットのセカンド直ドラナイスショットの3打目のアプローチショートの4打目寄せでワンパットだったな。この自画ドロは久しぶりにナイスショットだった気がする。ナイスショットしても全然届いてなかったんだよな。全然でもねえか、50ヤードぐらいか。うん、もうちょっと飛距離が欲しいかなと自画ドロ。まあ、スプーン買えば一番いい話なんだけどな。まあ、それはおいおい。で、18番が、左の端っこさナイスオンからの2パット。で、パーで終了と。後半が41点。前半の46点と合わせて87点。で、順位的には何だったかな。20人もいねがったような気するけど、結構下の方でした。ビリではなかったものの、まあ順位、スコア的には良くないと。ただ最近のゴルフからしたら、90何ぼとか打ってらったから、まあ80代でいかったなっていうのと、まあ、課題はアプローチをもうちょっと精度上げたいっていうのと、まあ前日の練習でもそうでしたが、ドライバーの調子がまた、振るわなくなってきたと。逆玉が出るんですよ。左向いて左、右向いて右みたいなのがちょっと多く出てしまってたので、そこが反省点となっております。ということで、今日の動画は以上です。まあ、この日の練習もそうだったんですけど、ちょっと最近飛距離まだ落ちたなと。ということで、まあ動画の制作を言い訳にちょっと練習をサボってたので、まだちょっと練習頻度を上げて頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ヘバーナ。はい、おまけ動画です。どうしてもこの日300ヤード出そうな感じだったんですけど、出なかったので、万振り何球かやっていきます。で、まあ、ついでに次回予告なんですけど、今週の土日に、パパゴルさんとコラボした、ケンヤマの練習ラウンド風景の動画を出しますので、木金がパパゴルさん、土日が俺。ということでご視聴いただければと思います。ありがとうございました。